オークランド工科大学はニュージーランド北島の最大都市オークランドに所在する国立大学1895年設立学生数2万9000人近年アウトユニバーシティの表記が公式ロゴ SNS をはじめアウト所属の研究者が自身の所属を表す際にも用いられている最近の世界大学ランキングにおいて 301から350位にランクインしている。これはニュージーランド国内でオークランド大学、オタゴ大学に次いで3番目の順位である。また、アウトは世界大学ランキングの国際的展望分野においてオーストラリアニュージーランド地域で1位を獲得しており、100カ国5400人以上の留学生が在籍するインターナショナルな大学としても注目されている。 QS 世界大学ランキング2019においても5つ星を獲得。コンピューターサイエンスをはじめ、電気電子工学、エンジニアリングの分野において高い評価を得ているが、アートデザイン、経営学、経済学においても高い評価を得ており、QS 世界大学ランキング2019において、すべての分野でトップ500にランクインしている。近年、 スポーツ科学分野の研究においても注目が集まっており、世界大学学術ランキングが発表した同分野の世界ランキングにおいて、アウトは46位にランクインしている。アウトユニバーシティロゴロケーション、レベル2、エースビルディング、90アコランガドライブ、ノースコート、オークランド0627ロケーション、ビルディング WA、レベル2、 55ウェルズリーストリートイースト、オークランドセントラル千獣シティキャンパスロケーション、メガバイトビルディング、640グレートサウスロード。マヌカウ、オークランド2025ロケーション、17アンタレス、プレイス、マイランギベイ、ノースショア、オークランド0632ロケーション、251マッセ、ロード、マンゲレイースト、オークランド2024ロケーション、サテライトステーションロード、ウォークアース、 オークランド09831895年開校。開校当時は、オークランドテクニカルスクールとして、技術指導を中心に夜間部のみ設置された。1906年から昼間部を設置し、学生数30人で開校した学校は800人を超える。1913年にセデン、メモリアルテクニカルカレッジへ、公名変更する。 1969年に、オークランド工科専門学校へ、公明変更する。1989年にポリテクニックに認定され、オークランドインスティチュート・オブ・テクノロジーへ、公明変更。学士と修士の学位を授与できる高等教育機関になる。1995年に、創立100周年記念式典が挙行され、学生数は2万5千人を超える。 2000年1月1日にニュージーランド教育省による大学自治権付与により現在のオークランド工科大学となる博士課程を設置オークランド市内を中心に3つのキャンパスと3つの研究施設等を持つ学長は生科学者のデレック・マコーマックありがとうございます